門松キルサミット2010広報番組、本日もスタートいたしました。エグゼクティブプロデューサーの沢と、はい、プロデューサーのしみです。どうもこんばんは。こんばんは。お二人、私おごえ、お本当に久しぶりな気がします。そう、はい、久しぶりな気がします。出張から戻ってきてまたやったと思ったらまた一日明けてみたいなね。の、はい、まあ、忙しいですからね。そうですね、ちょっと最近なので寂しい感じもします ね。本当ですよ、はい。アーカイブはちゃんとチェックしてるんですよ、はいはい。そして、ね、皆さんのつぶやいた何をつぶやいてるのかなっていうのも少しこう遡らせていただいてね。そうですよ、昨日はですね、はい、あのちょっとしたアクシデントがあったんですが、本当に見てくださった皆さん、うん、本当に申し訳なかったです。ただそれで、はい、サワイーピーがなぜサワイーピーがいないから、みんながねこうEP がいないから、だからそうなってしまったんじゃないかと。散歩コーナーが 100% 新緑でしょ。そうです、見た見た。もうね、葉っぱをね巨大化してみましたアップにしてみました。黒いのは髪の毛かなんか。そうですね、近づきすぎて、ちょっと近づきすぎちゃいますね。あ、土に近づきすぎちゃいましたね。あ、でもね、ちょっと話はきちっとするのはいいけどもね、そうですね、はい、真っ黒とか 真緑とかはちょっとあまりいかがなものかなと、ですね、はい。多田さん、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、どうもこんばんは。ただいまなさいですね、はい、はい、そうですね、2日ぶりですね。お、はい、清水お姉様と、私なんか嬉しい響きですね、はい、お姉さんっておばちゃんじゃないの。もっとお姉さんと言ってください。清水ば、あれ、うばうばうばライフパイさん、ありがとうございます。本日戻ってきました、はいはい、戻ってきました。そう言ってもね、これからの時期結構ですね、うん、いろいろと出張なんかも多くなってしまうのでですね、まあちょろちょろっと代わりにもっといい人が来たりするんですけど ね、はい、別品揃いを用意したいと思います、ね、はい、その方がなんか楽しみなんじゃないかと、ね、アーカイブ私たち見るのね、はい、結構楽しみになってきてね。いや、皆さんですよ、そう、はい、あの、うん、さっさと出張行ってくれって、そう、邪魔邪魔って、ね、泊まりがけで行ってこいと。そうだそうだって、きっと心の中で思ってる人、昨日の放送見た人とか特にね、ね、綺麗だったね、みーちゃん、本当に、はい、しかも照明が違いましたからね。照明ね、違いましたね。照明も違うし、なので雰囲気がね、ここね、うん、ガラッと変わってね、なかなかいい感じでしたよ。うん、そうですね、はい、あ、ルキーさん、私ね、ここで会うのは初めてなんです。はい、はい、そうで、歌う女子、うん、あ、そう、まあ、頑張ってくださいね、うん、はい、その年ただおばさんだったら私困ってしまいますよって。あ、そうですか、あれ、エンジョイさん、あ、そう、私ね、一つ謝らなきゃいけないことがありました。エンジョイさんね、ずっとね、男性の方かと思っていて、この間応援団の申し込み書いただきましたよね。すみませんでした、女性だったんですね、はい、あの、はい、私もずっと彼と言ってました。申し訳ございません、はい、ね、ずっと彼って言って、ごめんなさい。エンジョイさんは実は彼女でした、はい、女性です。そしてね、他の方ともね、なんか彼女が、なんかね、男の人に間違えてたのかなとかなんとかって会話があって、うん、あ、同じ方がいると思ったんですけどね。うん、はい、そうなんですね、うん、こうね、さっぱりした感じがね、男性かと思っちゃいましたね。そうなんですよね、はいはい、いや、私はね、大好きなんですけどね、はい、このこういったこう、うん、ズワッと言ってくれる人ね、うん、さっとね、はい、はい、そうですね、はい、今日はですね、私出演しております。今から見始めてくださったのかな、金髪さん、今日はよろしくお願いしますね、はい、はい、たまたま昨日いなかったですね。ね、私ね、最近実はね、ジョアンナをこのタイムライン上でこう会う機会がなくて。本当ですよ、昨日来ましたからね。知ってる、昨日ね、うん、で、エンジョイさんともつながっててね、そう、リン君とかね、はい、会話をしてるなと思ったんですけども、私ね、今日本当はジョアンナ来てくれないかなとずっと思ってたんですけど ね、はい、今日来てくれないかな、ジョアンナと思ってたんですけど、それがですよ、なぜってね、うん、実は昨日ですね、そう、昨日私が出かける寸前に、なんとなんと、こっちの住所はいいね、うん、はい、こんな郵便物が届いて、何かなと思って、資料の山岩かなと思って、いつもね、資料送ってくださるんで す、 そうなんですよ、シンガポールの情報いろいろ送ってくださるんですけど、はい、こんな郵便物届いたので何かなと思ったらですね、じゃーん、かわいい、シーズンもこれまだ見てないんだよね、うん、初リボンしてチョコレートの山、またほら、そう、しかもこのなんていうの、カカオが 70% とか 64% とか、これすごい真っ黒なんですけど、にね、見てこのおしゃれな感じのほらなチョコレートがあります。もうすごい幸せです、私、チョコレート、ね、ありがとうございます。沢に、はい、プレゼントをするのであれば、はい、M のポテトかチョコレートになります、はい、この、ね、可愛らしいカードもまた、ね、届いたんです。そして英語で書いてあるの、はい、英語で書いてます。
あれこれ何ディアレスト、あ最上級ですよ、ディアレスト沢さんですね、ハッピーバースデー、うん、with lots of fun ラブジョアンナ、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ジョアンナ今日の終わりまでに来てくれたらいいなと思いつつ、はい、はい、もし来たらまたご紹介させていただきますね、ジョアンナのことをご紹介させてもらうかな、はい、ということでですね、とても今日は幸せなスタートなんです、はい、ちょっとつぶやいていいですか、はいはい、いいですよ、ラインバイさん、私も本当は女性かもうふって、いや女性がね野球観戦をねあそこまでツイートする方はねなかなかいないと思いますよ、ラインバイさん、なんででもこう男性だとか女性だとかって思ってしまうんだろうね、ねえ、やっぱり文章なのかな、うーん、うふって言われても今までのイメージやるとちょっと気持ち悪いかないやいいですよ本当にね、まあ、全然ね、いいですよ、おかま言葉でも何でも、はい、はい、そして、多田さんが、ね、いつもね結構温かい言葉くださるんです、そうなんですよ、はい、私嬉しいです、はいはい、ありがとうございます、で2人に連絡します、僕のお友達の17のナンバーさん、うん、はいはい、今日は用事があって参加できません、明日は参加できるみたいですと、電話預かりました、ありがとうございます、ありがとうございます、わざわざすいません、はいはい、ありがとうございます、すごくね応援してくださってるんですよね、ぜひただよんくろうさん、はいはい、アーカイブをこのジュンラブナンバーさんに見てもらうようによろしくお願いします、ね、お伝えください、はい、そしてギターマイカさん、いいですね、久しぶりですね、本当ですね、久しぶりだね、はい、はい、今日はねなんか楽器屋さんをこう林先生から紹介してもらったとかでお話を聞いてますのでね、そう、はい、どうだったのかな、良かったのかな、すごい高い楽器とかいい楽器並んでるんだろうね、まあ自分でちゃんとギターレッスンして勉強して、うん、それで食っていけるようになって、 それからいい楽器買ってください、ね、それがプロって言うもんですよね、それがプロってもんですね、はい、頑張ってくださいね、マイカさん、はい、はい、そうですね、おかま言葉笑ってますね、はい、おかま言葉って言った、今おかま言葉、うん、さっき言った、言った、おかま言葉、あ、ごめんなさい、それ多分P だと思う、そうなの、だと思う、確か私、そうなの、まあ、いいや、はい、ごめんなさいね、うん、まあ、はい、今の聞かなかったことに、うん、まあ、うん、まあまあまあ、はい、はい、気持ち悪いって言われるとちょっとショックと、いやいや、ね、ずっとねこうさあっさりしたイメージなので、うん、それぞれの方にやっぱり持ってるイメージってありますよね、うん、うん、演出家の方だとか たまにはこう何々歌詞だってつぶやくので別にもう見慣れてるので、うん、歌詞だって使っても気持ち悪くないんですけど、全く、うん、すっごく男らしい言葉とかを使った方が突然ある日そうよねうふってなるとごめんなさい、イメージが崩れるかなと思って、はい、まあいいですよ、全然何でもいいですよ、はい、大丈夫です、はい、それなんて言うんだっけ、カミングアウト、ギャップ、はい、カミングアウト、あ、全く関係ないのかもしれない、私全く関係なかったです、清水の電車にカミングアウトはないみたいな、ちょっとあの方って入りたいですね、私今全く関係ない、掘ってあげたいけど、まあ後でまたね、机の下のあたりに隠れてあって、でもねちょっとね、はい、肉がはみ出ちゃったりとかするんでね、昨日ドスコイって言われてたね、そうなんですよ、でその前は、はい、その着ぐるみ脱いでくださいと、はい、ラインパイさんからあったんですが、私それにね自分なりにねすごく気に入った、うん、ツッコミを入れたんですけど褒めてくださいました、うん、ちゃんとラインパイさん、そう、あ、綿がなんで、はみ出ちゃう、はみ出してってなんでやねんってやつですよやってましたね、見ました見ましたちょっとね気に入ったんです、はい、あと私もう一個、そうさっき、ね、ジョアンナのことを言った時に、はい、そう、うん、今年のサミットに、うん、シンガポールに、ね、4年間住んでた子っていうのが、まあ、その子はでもちっちゃい子なので覚えてないかもしれないんだけども、そうそう、参加してくれるっていうんでね、そうなんですよ、そう、ぜひぜひそんなのね、ジョアンナにお伝えしたかったんですよ、南美濃村というところで開催されるんですが、はい、その、はい、その地域の、ね、子供が、はい、昨日かな、申し込みをしてくれて、子供地球サミットってイベントにね申し込みをしてくれて、なんかしたいですって言ってくれて、はいはい、その時に、うん、自分のね、うん、その経緯をね書いてくださるところが くれるところがあって、うん、そこでシンガポールに4年間いましたと、うん、いたことがありますとね、うん、ちょっとなのでね、シンガポールの子供とこう出会ってもらうのが楽しみで、本当に出会ってほしいねえ、うん、そんなところで、ね、本当はねジョアンナと話したかったんですけども、まあ、ね、はい、はい、またまあメールでも、スカイプとかでも、そういいのかな、手紙でもなんてね、なんてね、はい、電車バトでも、ユーストのこの場でやりたかったな、まあいいや、はい、うん、
楽器は、あ、マイカさんがね、楽器、さらにギター欲しくなりました。頑張って高いギター買いにも寝ますと。はい、頑張ってください。そうですよ。はい、林さんもね、この、うん、ずっと憧れていたギターをね、うん、本当に頑張って頑張って、うん、今回、奮発して買っちゃいましたみたいな感じでね、伊藤さんに見せに来たんですけどね、いつもね、鳥を持って帰っちゃって、かわいそうな林さん。で、昨日は青白くなっちゃって。かわいそうな林さん血色悪いように見えたけどもいつもそうですよみたいなツッコミもあったりとか、そうなんですね、かわいそうに林さん楽しく見させていただきました。ライナーさんも昨日は楽しかったです。はい、はい、そうですね、昨日はね、なんて言ったって、はい、みーちゃんがねドレスついてきましたからね、綺麗だったね、とてもとても、あの黒のレースと、そう、びっくりした散歩の最中の頭、そうね、本当だったらね、神業と、あのままで、あの、短い期間の中で仕上げようと思ったんですけどね、うん、ちょっとだけ間に合わなかったですねいやいやいや、すっかりもう髪型が変わってるのです、すっごいびっくりした私。そうですよ、ってこれ生、はい、編集入ってんの、どうやって編集今やるタイムなのにカツラをかぶってね、そう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 かと思っちゃったんですけどそう、大好きなんですよ私髪の毛をいじるのが。はい、はい、じゃあ昨日その私がリアルタイムで見えなかった散歩、うん、よかったね昨日もね。そうなんですよね、うん、やっぱりね葉っぱをね、やっぱアップで見てもらいたかった、うん、土もねアップで見てもらいたかったんでね、あえて緑と黒をイメージしてみました。あなんて昨日はですね、まあ、そんなアクシデントもあり、はいはい、今回はですね、はい、ちゃんと行ってきましたよ、また、はい、さらに山、うん、また長野県といえば山ですけどね、うん、すいません、また山の中なんですが、うん、今回ですね、この子ども地球サミットの開催地である南美濃村の、はい、南美濃村から、はい、木曽村というところに抜けるね、ゴンベイ峠っていうのがあるんですが、うん、そこのね、峠をちょっ と歩いてきました、うん、はいはい、またね今回もねマイナスイオンでね、うん、たっぷりマイナスイオンたっぷり浴びて、そしてマイナスイオン、はい、たっぷり浴びて、うん、さらにグレードアップしてきた清水 P のウパ散歩、はい、頑張ってまいりましたよ。で早速見てもらいたいんですが、うん、長野県をね、うん、ぜひ全世界に届けたくて、はい、このね子ども地球サミットの開催地である長野県をね、はい、全世界の人たち見てもらいたくて、うん、歩いて回ってますので、ぜひぜひ心して見るように、そしてファンになりたい方はぜひ楽しかったですとつぶやいてくだされば強制的にファンになりますので、はい、はい、それでは見てもらいましょうかね、はい、ウーパー清水のウパ散歩第37回目どうぞ。皆さんこんにちは、今日は伊那市から抜ける伊那市から木曽へ抜けるゴンベイ峠に来ています。そしてこの壮大な景色見てください、見えますか、遠くの山はてっぺんが真っ白です、雪が降ったんですね。そして近くの山は新緑の黄緑色でとっても綺麗、すごい景色。ここはゴンベイ峠といって、昔ゴンベイさんが一生懸命馬を連れて登ったところです。しかし、最近ではゴンベイトンネルというものができて、伊那からもしくは南美濃村から木曽へ抜ける道がすごく便利になり、短縮されるようになりました。見えますか？すごいのどかなところです。標高はだいたい1100メートルぐらいです。それでは先に進んでみましょう。はい、もう少し進んでみました。遠くの方ではまだ綺麗に山吹が咲いています、黄色い花があります、見えますか。そして水音がします、綺麗な水ですね、見えますか。奥の方にはから湧いてくるんでしょうかね、
すごい冷たそう、きれい。すごい綺麗な水です。見えますか？こんなところの水はなんか飲めそうですね。今日は天気がいいので遠くの山も見えましたが、近くの葉っぱは見てください。こんなに黄緑な新緑です。可愛い芽がいっぱい出てます。見えますか？ここはゴンベイ峠というところです。それではもうちょっと先に進んでみましょう。先ほどのところから少し離れ、石戸代の里と呼ばれるところを歩いていきます。どうやらここは車が通れるそうで、2本のラインが私を導いてくれてます。そして先ほどの触った水の続きです。下流に流れていきます。なんかちっちゃな魚とかサワガニとかがいそうなぐらい綺麗です。さらにさらに進んでみましょう。見えますか？これが山吹です。今まさに満開ですね。綺麗に咲いてます。そして山の植物コゴミですね。立派に育ってしまって、これがまだ子供の時は山菜としてしっかり食べられます。すごいのどかなところ、マイナスイオンもバッチリ。なんだかこういうところに来るとやっぱり自然はいいなって思いますね。もう少し進むと綺麗な水場に出ました。これがさっき触った水の下流部分です。まだまだ下に降りてきます。きっとすごい綺麗なところです。また伊那にお立ち寄りの際はぜひゴンベイ峠にも登ってみてください。それでは皆さん See you。いかがでしたか？また今日も山の中ですが、うん、すごい良かったですよ。すごい良かったです、はいはい、で私の手を伝うこの、ね、水がね、うん、本当に綺麗で、うん、でやっぱり山の水なのでね、すっごく冷たくて気持ちよかったんですよ、ね、ちょっとぜひぜひちょっと皆さんもね、山に登った際はそう手でね、あの水を触ってみてちょっと実感してほしいと思います。冷たさを川の水を触ってみて。そう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 、それそれそれです。はい、で今回のこのね、うん、伊那市というところと伊那、うん、地区と木曽、うん、木曽地区を、結ぶこの峠なんですが、今回ですね、最近、ゴンベイトンネルというトンネルが出来上がりまして、でその伊那から、木曽区間がすごく長い距離だったんですけど、うんうん、すごく近く感じるようになって30分ぐらいで行けるのかな。最近結構昔昔ですね。あ、昔何が？そのゴンベイ峠、最近そのできたって言ったその峠は。トンネル？うん。トンネルは最近。トンネルがってことね。うん、トンネルは最近。峠は前からあってね。そう、峠は前からあって、はいはいはい、トンネルが最近出来上がって、で、うんうんうん、その区間をね、今まで何時間っていうのかけて通っていたところが30分。で走っていたところ、車でね、車で走っていたところが、うん、ほんのね30分ぐらいでね行くことができるようになったんですよ。なので、ね、地域の人たちはとてもね楽な、はい、
楽だ楽だって言って言ってますよ。そうなんですね、ゴンベイ峠はね、この父さんが消毒の時に遠足に行った覚えがあるそうですよ。うんうん、うん、そうですね、地元の方はね、地元の小学生はね、はい、みんなこの木曽のゴンベイ峠のね、麓かな、うん、まで、うん、あの遠足に行って行きますね、大体。はい、はい、そして水の音がたまらないとライムパイさんでしょ、うん、そうなんですよ、大自然いいですねって言ってるのはルーキーさん、ね、はい、うん、そしてタタさんもですね、今日も眺めがよく景色もいいし、何より水が美味しそうでした、森林もよくとても癒されました、ウパファンポファン、あれウパサンポファン、ナンバー14黙っちゃった今、ただ4クロです、はい、おめでとうございます。どうもどうも。そしてそして46813でいいのかな、読み方なんか特別な読み方と教えてくださいね、ようこそ、こんばんは、はい、はい、こんばんは。で、あれ、私このアイコンすごく見覚えが全然あったんですけど、今日は以前に比べてカジュアルないで立ちしねって、いつですか見たの、1ヶ月前じゃないですか、ちょっとちょっと結構前ですよ、結構前ですね、はい、はい、初めて、10日も経たないうちにですね、まあ、子供の番組だから、そのスーツを着てバシッとこうニュースキャスターみたいにやるんじゃなくて、もうちょっとカジュアルにやろうよっていう話になってですね、そう、あえてこのはい、キッズ、あ、ごめんなさい、キッズ TV という番組だからですね、はい、キッズって歌うからなんですね、そうですよ、はい、もうで、よりね、本当にこう皆さんにね、はい、かまってもらうじゃなくて、うん、ちょっとねちゃんと身近に感じてもらえたらいいなと思って、この子ども地球サミットというイベントね、もうちょっとね、はい、みんなでねこう盛り上げていきたいなということで、はい、ちょっとねラフに行きたいと思います。スーツだとね、なんかねちょっとね、うん、こう遠巻きに見てる感じなんですけど、うん、やっぱりねラフな格好だとね、ちょっと皆さんもね近寄れるんではないかなと、はい、はい、そうですね、はい、でも実際に今までこの番組を始める前は、うん、私たちの姿をスーツしか見たことがなかったっていう方が、最近はもう多分こういう格好をそうなんですよ、ね、毎日こう夜に、ね、見るときにはね、この格好なのでね、そうでね、意外と清水さん、はい、大きいんだねって言われましたからね、私ちょっと、ね、じゃあ大きくなったんですね、大きくなっちゃいました、はい、なりました、一回り二回りぐらいかな、ちょっと大きくなっちゃいましたね、はい、そして、はい、マガルウサギさん、うん、サワガニ油で揚げると美味しいですよ、本当美味しいんですよ、わざと読まなかったの、ダメ、読まなきゃダメこれね本当にサワガニ、取りたてのサワガニなんですけどね、うん、油揚げで揚げて、うん、塩で味付けしてね、それをね、うん、カリッといただくのね、うん、本当に美味しいのでね、うん、長野県のねこういうところには、はい、多分まだいると思うんですが、もうね最近ね、うん、やっぱりね環境がねちょっとね汚れてきちゃったのかな、サワガニもねなかなかね、うん、済まなくなってしまったんでね、うーん、はい、そうなんですね、こういったものをねちょっと本当に、はい、真剣に考えていきたいと思います、このね子ども地球サミットでもね、そうですね、はい、ただサワとカニの間はスペースいらないですよここ開けちゃダメですね、そこは必要だと思うんですけどね私ダメですね、はい、そしてギターマイカさんすっごい褒めてくれてる、はい、もう清水さん、清水 P さんプロ並みのリポートですねと、うん、すっごい成長ぶりでびっくりです、うん、まあ、以前にねこのギターマイカさんとね、はい、その散歩に行ったことがあるんですが、うん、私ね途中でね自分のね、うん、お腹を見せましてで、うん、映像中にですね見苦しいと、あの頃は天気が悪いとすごくこう声が暗くてホラーチックになってしまうとかね、ヨイさんですよね、あとカメラワークも iPhone で撮ってるんですよ、これ iPhone で撮ってるんですけども、すごく扱いが甘くなったので、はい、映像がとにかく見やすくなった、そうなんですよ、はい、そしてね、うん、見苦しいところ見れなくなったみたいなね、そしてそうで、マイカさんがね、その成長ぶりってね、多分ね撮ってる時の会話だと思う、会話っていうのかな、あ、そうなのかな、レポートが、うん、上手くなった、うん、私山菜とか全然わからないんだけども、清水 P が散歩に歩くと、今日もね小ごみが成長してもうそう大きくなっちゃってますけど、ちっちゃい子は食べられるんですよっていうのは、私ね大きい時の小ごみって、成長した小ごみを見てもねわからない、あ、確かにそうかもしれないですね、でもねそれはね教訓だったんですよ、うん、私以前ですね、うん、一緒に山菜を取りに行った方がいて、うん、その方に、うん、あれなんていうの、うん、こうゼンマイだよねって言ったら、あれはココミが成長したものだと言われたので、ちゃんと覚えてますよ、そういったことで ね、いろんな、ね、方が、ね、教えてくれるので、ね、まあ、その方は年配だったんですが、うん、いろんな方が、ね、本当に教えてくれるのでね、やっぱりいろんな人と出会っていろんな人とところに行くのが一番いいですね、分かりやすい、うん、そして、はい、メトロまたろうさん、またろうさん、はい、3070さん、はい、どうもこんばんは、お久しぶりです、はい、あとファーストさんもですよ、そう、はい、ね、ありがとうございます、今日お散歩中に私地元の、飯田線の電車を追いかけてみました、うん、車で
競争してみました。しー飯田線は単線よね。単線です。ですね。いいですよね、はい。ぜひちょっと見に行ってください。はい、で飯田線はね、はい、なかなかね景色がね、うん、山の中を走るのでいいところなので一度乗ってみてください。はい。はい。そうですね。で今日はですね、この子ども地球サミットのね、うん、はい、の去年のオリジナル曲を紹介していきたいなと思ってるんですけども、いいですね、というのもね今年またオリジナル曲が 2,3 曲入ってくるので皆さんにその楽曲をまた覚えていただくんですけどもね、うん、覚えなきゃダメですよ、もうそろそろ。はい、覚えていただくんですけども、あ、昨日の方、あれこの昨日の方、え、あれ違うな、ワン、あ、アイコン変えましたね、ワンニャンさん、ね、ね、変えましたね、昨日ワンツー、ワンツーニャンツーさん、一昨日、あれ、うん、ワンワンニャンニャン、あ、なるほどね、そうなのね、はあ、はあはあ、かわいいですね、うんうん、はい、こんばんはですね、ありがとうございます、来てくださって、どうもこんばんは、はい。今ですね人気プログラムの一つは終わってしまったんですけどアーカイブで見てください。でこれから今からですね子ども地球サミットの昨年のミュージカルで使われたオリジナル楽曲を、はい、会話を挟みながらね見ていただきたいなと、ね、今日は思っています。あの本当にね、はい、覚えやすい曲なので、うん、もしかしたらね、うん、耳で一回聞いたらあ、うん、メロディーがねちょっとね、うん、あの頭の中にね流れるかもしれません、うん、ぜひぜひ覚えてください、うん、はいはい。で演奏は昨日作詞出てくれたみーちゃん、そしてギターの林さん、はい、でパーカス&ドラムの白鳥さん、はい、ともう一人はまだ来てない。そうですね、来てますね、一回来てますね。演奏してくれてるっけ。演奏はしてないですけど ね顔を出してくれてますね。今度またね演奏していただきましょうね。はい、ベースの高田さんって方ですね、はい、ツイッターをやってるんですよ。はい、はい、そしてキーボードのさっちゃん、さっちゃんは、ツイッターまだやってないのかな、やってもらおうね今度ね。そうだね、はい、やってもらいたいと、はい、その5名でエコブルームなんですけども、そのエコブルームの皆さんが演奏してくれています。はい、はい、そして詩は演出家の方が書いてくれてます。はい、はい、ですね。というところでじゃあまず1曲目、うん、言ってもらえますか。そうだね、うん、今日このタイムライン上にはまだいないんですけどもね、たまに出てきてくれるんですけども、うん、あゆざわさんって方ですね、 4UK ミュージックっていうアイコンなんですけども、はいはい、その方が作ってくれてます、楽曲作曲ですね、です。はい、じゃあまずホタル行ってみましょうかね。ホタルごめんな、素直になれなくてじゃなくて、うん、どうしたのホタルさん、うん、から、はい、じゃあですね以前にここにゲスト出演してくれているあやちゃん、うん、はい、あやちゃんの歌っているごめんね素直になれなくて、うん、はい、続けてお聴きいただきましょうかね。はい、はい、ではお聴きください。昨年の子ども地球サミットより、フライングした、ごめんなさいね、ずっとテーマで、あ、じゃあ手を動かすで、はいはい、はいはい、よりお聞きください、どうぞ。去年はあんなにたくさんいたのにまたいなくなっちゃった。ごめんね。
かがでしたか。1曲目は子供たちが、そう、2曲目は役者さんが歌ったんですね。なんかね、今聞いたら本当にね、はい、子供たちなんか歌上手くなったね。うん、うん、歌もだし、うん、こう振りもやっぱりまた、ね、あと表情も変わってきた。そう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 、このミュージカルが始まったすぐのこととこの仕上げた後っての、うん、ものすごいみんな成長ぶりがね伺えるんですよね、うん、はい。それで去年出てくれた子たちもまた今年も出たいって言ってくれてる子たちとかもいて、そうなんです、成長がまたすっごい楽しみなんですけどね。そう、本当に楽しみ。そして金馬さん、はい、うん、この歌ってる人はっていうのが質問がありましたね、はい、で、どうしたのホタルさんという方は、うん、エコブルームというね、子供たち小学生、エコイズム、エコイズムという小学生3人のユニットです、うん、で、あとは、ごめんね素直になれなくてというのは、うん、役者で出てくれてるあやちゃんが歌ってます、うん、はい。以前ここにゲストで出てくれたことがあるんですけども、やっぱりね可愛いんですね。可愛、はい、い、はい、彼女はね、うん、意外とねいろんな趣味を持ってて、うん、演劇も好きだし、はい、あとはこうなん、パッチワークじゃなくてなんていうの、編み物、編み物好きで、ね、レース編んでたこの間、そう、うん、好きで、あと料理もするし、はい、まあね、いろんなことするんですよ、うん、結構そう、すごくね、それで、まあ、しっかりしてね、そうそうそう、そう綺麗ですけど、うん、なかなかいい子ですよ、うん、はい、はい、またゲストで呼びたいねですね、ね、ちょっと楽しみに来てもらえようかな、はい、てください。そして私ちょっとこの映像の最中に感動したのがですね、なんと、うん、練習生のまいかちゃん、そう、頑張った。1日7時間はレッスンするようにやったと、うん、あ、はい、ね、でも自分なりの予定を立ててやることはすごいことだと思う、はい、本当に頑張って、うん、そうですね、本当に毎日やっていくとね絶対に変わっていくのでね、うん、はい、すごく私成長ぶり楽しみにしてますよ。楽しみにします。はい、応援しています。そしてその時は、はい、一緒に散歩に行きましょうぜひぜひそしてニアンさんこんばんは、はい、ちょっと遅れたスタートですね。はい、こんばんは。お待ちしてましたよ。昨日もね、長い時間付き合ってくだ、あ、そうかしらない、昨日も長い時間付き合ってくださって本当にね、うん、楽しかった。私はありがとうございます。12時過ぎまででね、そう、本当に、はい。そして、多分ね、うん、今爺さんが先ほどつぶやいてたのが、少しお話聞いた立野の方なのかな。そうなんです。ここスタジオが合うのが長野県の、ちょっと南の方、まあ、真ん中にも南ぐらいの、うん、はい、まあ、立野町というところなんですけれども、ね、うん、ここがねまたねホタルの名所があるんですよね。そうなんです。6月になると、はい、ホタル祭りというお祭りが毎年開催されるんですが、うん、ここではね、源氏ホタルって言ってね、普通のホタルよりね少し大きいホタルが、うん、はい、この地域の人たちがねしっかり守ってね、うん、毎年毎年綺麗に舞うんですよ。でそこをね、うん、いろんな人たちがね見に来るんですけど、以前ね私お散歩で、そちらの方も紹介させてもらったんですが、うん、なかなかね、広いところにこれだけのホタルがいるのかっていうぐらい、うん、もう本当飛び交ってますので、ぜひ一度見てください。でそこでですね、うん、このホタルのテーマ、このホタル祭りのねテーマ曲にもなったらいいなと思ってね、せっかく私たちねホタルでね、ホタルつながりでやってるのでね、そんな気持ちで皆さんに聴いてもらいたいと思います。はい、はい、うん、次の楽曲が、うん、ホタルの気持ちという曲なんですけれどもね、うん、そう、はい、その曲はね、ぜひ本当にその立野町の立野町の、はい、のそのお祭りのホタル祭りのテーマ曲になんかなったらいいなと思ってますよ。辰野町の方見てますか、はい、見てますか、はい、いっぱい紹介してますよ。ぜひぜひ一押しお願いしますね、はいはい、ではお聞きいただきましょう。昨年子ども地球サミットのミュージカルの中からですね、ホタルの気持ち、どうぞ。えいえい、
い、いかがでしたでしょうか。ね、みんな褒めてくれてる、はい、本当にちょっと前なんだけど、うん、ちょっと前ですけどね、ただよんくろうさんがね、すごいいい曲ですねって、このオリジナルの曲2曲ともいい曲ですね、心に響いてきました、うん、この3曲聴いてもらったんですが、はい、結構ね皆さんね、こうね耳にメロディーにちょっと頭に残ってるみたいでね、すごく嬉しい言葉をいっぱいいただいてます。ありがとうございます。またどうさんも拍手くださってますね、ありがとうございます。はい、じゃあですね、ここでまた、はい、多分番組放送前後ろずっと流れてる曲ですね、頭に皆さんの頭に残ってる曲ですね、そうもうね、はい、覚えてる方もいらっしゃいますよ、きっと、はい、いきましょうかね、はい、はい、で、ごめんなさい止めました。これはですね、はい、うん、この、うん、まあ、キャロルが訳してくれたんですけど、うん、ボーダレスピーポーっていう曲はですね、うん、その大人の頭の中にもこう国境をねなくしていこうというね曲なんですが、でこれがね、この曲、うん、はい、ごめんなさいね、お互い言いたいことがたくさん、はい、この曲をですね、今年は特別ゲストで来てくださるキムトクスさん、彼がですね絡んでくれます。で全くアレンジが変わるので、彼のキムドクスさんが叩くリズムもね、独特なリズムなので、そういったところでですね、ギターの林さんがアレンジをしてくださることと思います。林さん見てますか、アレンジよろしくお願いしますね。でこれでね、また頑張ってね、公になっちゃいました。はい、今演出家の方が林さんは飲みの心臓だって言って笑ってますけども、すいません、私すごくでも楽しんでます、林さんをからかうの。いや私もね、はい、楽しみですよ本当に、はい、はい、ですね、はい、ということで、じゃあいいアレンジお願いしたいですね、はい、はい、あ、マサニーさんですね、マシア、マサニーでいいのかな、うん、はい、初めて来ました、最高、ありがとう、地元だからこの曲がみんなに、ありがとうございます、この曲をみんなに、ぜひこの曲をテーマ曲にお願いします、はい、そうですね、よろしくお願いしますね、はい、ではボーダレスいきましょう、皆さんご存知のこの曲テーマ曲ですよ、覚えてくださいね、どうぞボーダレス。世界中の子供たちと一緒に All our friends on a planet The Earth 夢見るように生きていこうよ、きっと、きっとできるよね、「
れると思います。それではカザフスタンとシンガポールのお友達を紹介します。カザフスタンのお友達、カイナルくん、トグちゃん、アリベックくん、ダーレットくん、シンガポールのお友達、フィービーちゃん、ラッセルくん、皆さんも耳にしっかり焼き付いてるんじゃないですかね。焼き付く、うんうんうん、なんていうの、目だの焼き付く、耳残る、残る、残ってるんじゃないですかね、はい、はい、と思いますが、うん、はい、続々と皆さんいろいろとつぶやいてくれてますね。はい、そうですね。演出家のネイトさんがね、この曲ボーダレスは本番は日本語と英語で歌います、アレンジももう一回変わります、担当林ちゃん、キムドクスにも参加してもらいますと、もう決まっちゃってますねこれね。決まってますね、はい、決定ですねこれ、はい、演出家が言ってますので、もうこれ決定ですね、うん、決定ですね、はい、皆さん承認ですみたいな、はい、はい、そして、KS から、これは業務連絡ですね、うん、はい、このボーダレスの英語の歌詞が、ホームページ上からですねダウンロードできますので、書かれている URL をクリックして、はいはい、印刷して英語のレッスンに参加してくださいということですね。そうです、はい、みんな一緒に頑張りましょう、うん、スタートラインは一緒ですで小ネタになりますけれども、演出家の方がね、先ほどの紙吹雪ですね、銀パラが本当に後の掃除が大変でしたと、しかし村長も手伝ってくれました。そうなんですよ、はい、本当に村長がもうね、ガムテープ、ね、ガムテープをね片手にこうペタ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 とやってくれましたね、みんなで、そこでね、なんとなくね、あ、一体化してるなって、一体化してる、一体になってるなと思ってね、ちょっと嬉しく思ったんですけどね。ね、うん、今年初めて参加する方も最後に銀パラこう村長さんと一緒に手伝っていただけるといいのかなと、ね、本当ですね。そしたらお客さんが誰も帰らないので、それのせいでちょっと困ったね。帰りづらいでしょ。うん、やらなきゃいけないのかなと。まあ、はい、はい。そして、リカさんが、はい、ギターのマイカさんにね、初めまして、私もギターを弾き始めました。そうなんですね。ああ、そうなんですね。はい、じゃあマイカさんの、マイカちゃんのギターの練習の番組があるんですよね。そうです、はい、それまたね今度ご紹介していきますので、ぜひぜひギター片手にでテキスト同じくダウンロードして、うん、その日のレッスンに一緒に参加していただけたらいいですね。ね、本当ですね、はいはい、結構ねいるんですよ、このお
パソコンのモニターを見ながらギターの練習をして、うん、久々にギター持ちましたって方とかね。そう、はい、でもやっぱり基礎が大事ですねっていう方もねいらっしゃいましたしね、はい、本当にね最初は基礎から始まって、はい、途中だんだんとねかっこいい楽曲になってきて、うん、おーって最後ボーダルスで締めるみたいなね、はいですね、はい、はい、でリーダーがねもうねすっかり乗っちゃってますね。新しいアレンジで生まれ変わるボーダーです。キムドクスさんと一緒に演奏するのが本当に楽しみですねと。もう林さんのこと一言も触れてない一切触れてない、ね、もうアレンジは当たり前に咲いてしまうものだと、はいはい、ありがとうございます。決定しましたもんねさっきね。そうですね、決定しましたね、はい、牛ちゃんジャックさんもね、はい、久々ですね。あれ牛ちゃん今日はお帰り遅いですね、はいはい、今見てくださったみたいですね。そう、はい、でこうあ牛ちゃんジャックさんはね、うん、あの英会話習ってるんですけど、うん、ボーダレスの話題があったのってすごいね。なんかねなんかね、うん、こうリンクしますね私たちと、で皆さんこりつけてこうこの番組とリンクしてるよって、ね、はい、勝手に ねダイエットあリンクしてるあリンク全部リンク、はい、そしてただよんくろうさん、うん、モーデルさん耳に頭に残ってます はい始まる前もね終わった後も流れてますね。そうです流れてます、はい、よく知ってますね、はい、ただよんくろうさんありがとうございます。結構ねこうやってご紹介するとあこの曲だったのかと言ってくれる方もいるんですよね。そうなんですよ、はい、ね、嬉しいです。はい、まあさ、うん、マサニオ、マサニーかな、マサニーさん、マサニーさん、うん、安心してください、うん、私たちも最初はそうでした、うん、全くね、はい、本当にあの伊藤さん失礼します、慣れてないのでごめんなさい、うん、立つのも頑張りますと、はい、はい、あのツイッターあのこれからね、うん、どんどんこちらに参加して、はい、一緒に頑張っていきましょう、はい、慣れていきましょうです、ね、このタイムラインにいる方この、あログイン大変だったんですよね、ありがとうございますね、うん、結構ね毎日毎日ねやっと入れましたって方がいたりとか ね、 そうなんですよね、しますので、はい、応援します、はい、そしてこのタイムライン上にいる方はタイムラインでごめんなさい、ここに、ダハと文章が多分どんどん流れてると思うんですけども、あ今出たかな、左下に出てますよね画面のね、うん、はい、これタイムラインって言うんですけども、このタイムライン上にいらっしゃる方は皆さんね本当に優しい方ばっかりです、はい、なの なんですどんなにミスをしても大丈夫大丈夫って言ってくれますよね、温かく見ようててくれてますね、はい、たくさんやってください、うん、はい、そしてじゃあね今日もうぼちぼちかな、じゃあ最後の曲、うん、はい、いただきたいのがですね、はい、田島久美さんに歌ってもらった明日はきっとやってくるですね、はい、このアンコールの曲ですね、ぜひお聴きいただきたいと思います、はい、ではお聴きください、明日はきっとやってくる。このエコミュージカルのテーマソングとも言いましょうか、明日はきっとやってくる、聴いてください。別の街で暮らしてきた、それぞれの空を見つめていた。今日ここで出会えるとずっとずっと続けてきたの。道端に咲く花が違っても、風の匂いが違っても、二人を包むオレンジ色の空はたった一つしかない。太陽西へと帰るように、私はあなたの腕の中で静かに眠る。夜が明日を隠しても、何
とうございました。みんなも本当に頑張ったわね。ありがとうございました。それではもう一人ご紹介したい方がいらっしゃいます。もう先ほど一部で素晴らしい歌声を聞かせてくださいました。今回の特別ゲスト、雪村いづみさんです。ありがとうございました。では雪村さんから一言ご挨拶いただきましょう。もう本当に今日はこんな素晴らしい素晴らしい会にお呼びいただいてありがとうございました。感動的でした。本当にありがとう。また呼んでね。私じゃないんですよ、先ほどのプロデューサー、そしてまた演出の糸さんかな。あら、ちょっとお花がなんか届いてますけれども、いや私にまでですか。まあありがとうございます。頂戴します。ありがとうございます。ねえ、素晴らしい。みんなにも差し上げたいわね。あ、また、まあどうもありがとうございます。ありがとう、どうもありがとうございます。じゃあこれみんなで分けてください、ねね、では皆様本当に長時間にわたってこのように皆さん聞いていただき、見ていただき、そしてまた一緒になって感動していただいたこと、心から感謝申し上げながらお別れをしたいと思います。また来年お目にかかれますことを楽しみにしております。田島久美さん、彼女がこの今年の子ども地球サミットの応援団長になってくれてるんですよね。そうなんです、はい、皆さん申し込みもしました？多分ね、まだ届いてない方いると思うんですよ、はい、ちょっと時間かかってるのかな、欲しいな、はい、サーバーかなかなの問題だと思うんですけど、はい、まだ申し込みがね、うん、うまく届いてないみたいなので、うん、やったつもりでももう一回やってみてください。もう一回チャレンジしてみてください、はいはい、お願いしますね。そして、ボランティア、ごめんなさい、応援団もそうなんですけれども、うん、子どもを7月30日か8月の1日のサミットに参加させたいという方、この方もぜひぜひお申し込みいただきたいですね。こちらのチラシ、はい、あります。ホームページに載ってますね。はい、ホームページに載ってます、はい、ぜひ見てください、はい、そして、スタッフとしてお手伝いしたい方、これは同じく応援団の方に申し込んでいただいて、またね、その旨をね、やり取りしていただければ、はい、ぜひ当日でも何でも前日でもできますね。事前の準備とかもできますね。はい、そうなんです、はい、実はですね、こう、はい、飯田市の方がね、はい、今日問い合わせしてくださって、うん、はい、ちょっと年配の方だったんですけどね、うん、何か自分でできることはないかと、うん、でまた詳細などね送らせていただきますので、またよろしくお願いします。はい、はい、韓国からとかね、海外からのもすごく嬉しいですね、はい、そうです、あのね、はい、ぜひ通訳に来てもらいたい。そうですね、通訳にいい、ね、どうしてもね、英語で手一杯、はい、日本語で手一杯の私たちにね、とって絶対不可欠な方たちだと思うんですよ。そう、
去年はシンガポールとカザフスタン、はい、でカザフスタンがやっぱりね、普通の人がなかなか喋れない言葉なので、はい、カザフスタンを喋る方もぜひぜひ募集してますよ、はい、英語ももちろんです。そして中国語、中国語じゃない、ごめんなさい、中国、インドネシア、うん、エジプト、もう一個どこだ、何、中国、うん、あ、台湾、そうの6カ国を予定しています。なのでぜひぜひその国の言葉喋れる方とか、もしくは来年ぜひ韓国の子供に来てもらいたいから韓国語私喋れるよとか、もう大歓迎です。情報どんどんください。もう韓国オンリーだね、はい、はいはい、そしてエンジェルナの子さん、ね、今見てくれてるんだもん、ありがとうございました、私も応援団に入りましたと、はい、ありがとうございます、ね、はい、はい、でした。そういうとこでじゃあ番組のお知らせしましょうか。はい、はい、そうしますと今日ね、うん、綺麗に作ってくれたんですよ。じゃーん、いきます。毎日22時から子ども地球サミット2010広報番組、この番組ですね。そしてはい、5月の21日13時からキャロルズ・イングリッシュ・スタジオ、これはトリニティプロデューサーたちが英会話をマスターするまでの道のりを、行ってます。で、教材のテキストはホームページよりダウンロードできます。そして5月の23日22時からエコブルームライブイン楽園、この時の詳細はまた明日お伝えいたします。そして5月の24日14時からキッズセッションクラブ2010レッスン、これはトリニティが運営する、アーティストを目指す子どもたちの稽古中継を、ダイジェストでお送りします。そして5月の24日15時からマイカ・アヤン・ギタリスト・パスト・フェイム、ギタリストの卵マイカが子ども地球サミットステージへの道のりを、皆さんにお届けします。こちらも教材をテキストダウンロードできますので、ぜひぜひダウンロードしてご参加ください。特にね、ルキ7269さん、ぜひ参加してください。そして5月の24日22時からこの子ども地球サミット広報番組にはゲストでなんとギターの林さんとウッドベースの近藤さんがまた来てくださいます。はい、待ってます。はい、ではこういった番組を行ってきますので、ぜひぜひ皆さん楽しみにしていてください。はい、はい、でこのプログラム、うん、今私が話をしたプログラムなんですが、うん、ホームページキッズ TV プログラムのところを見ると載ってます、うんうん、はい、検索ワードが子ども地球サミットで見れるのかな。はい、はい、ということですね。はい、こうご期待です。はい、じゃこれもうちょっと見やすくしようね。はい、はい、これエコミュージカルの役者帯ダンサーの募集も締め切っちゃったんですね。そうなんです、はい、もう終わっちゃいました。たくさんのご応募ありがとうございました。ありがとうございました。さあ一体誰が役者になれるかなと、はい、ね、とてもオーディションが、ね、ありますからね、はい、またねその辺の模様も伝えできればいいですね。まあ個人のことはあまり言えないのでね。そう、はい、決まったら決まったら、ね、会議もあるし、うん、はい、公になりますのでね。いいですね、なんか楽しいですね。ね、はい、続々と本当にどんな子が来るのか楽しみです。はい、はい、じゃあで、ね、今もうごめんなさい11時回っちゃいました。基本的に私とね2人喋っていてですね、お仕事がある方がこう何時間もやってると見えなくなっちゃうかもしれないから、ね、できるだけ11時に終わるように頑張ろうねって話をして、明日に支障がないように。はい、はい、初日がね10分過ぎちゃいましたやっぱりね、はい、まあそんな形でなんとか頑張ってやってきます、はい、そして週末はまた長くなんかやっていきたいです ね、音楽もありつつ楽しくやりたいと思います。スペシャルで、ね、サービスしたいと思います。はい、はい、なので週末は一緒に弾きましょう、はい、では今日も子ども地球サミット2010広報番組ありがとうございました。今日もありがとうございます。はい、明日のこの時間またお会いしましょう。さようなら。 See you。
夢見るように生きていこう